どうも花尾です。あと5時間もすれば私花尾の誕生日、弱い28になります。おじさんとか絶対言うなよお前。はい、というわけで今回やりたい企画はですね、こちら、10万円払って後輩にこれで誕生日会開いてって言ったらどんな誕生日会を開いてくれるのか。10万円払ったらさすがにね、何かしらねできると思うんで、どう使うのかっていうのを今回ね見ていきたいなと思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。 Make it possible。 もしもレンタル彼女に誕生日を祝われたら花尾はどうなるのかモニタリング。ということでですね、今回この宮田真代さんっていう方で、はい、今回協力していただいて、この方がどういう方なのかっていうのは明日出る動画でわかります。アイマスクとイヤホンした状態で連れてきて、開けたら宮田さんがいると、言った時に1対1で男女で喋ったらどうなるのかっていうことは、今回見ていきたいところなんですけども、どうなると思います？誰って話まあ誰とはなりますよね。だから誰ってなる花尾が見たいっていう、ということで企画やっていきたいと思います。ということで Make it possible with呼び乗りいるんですけど。これ止まれちょっとね。ちょっと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 。今日俺何食ったと思ってる一人で今日。醤油ラーメン。おっとっと。あら。天国にたどり着くまでのわずかな猶予さえ。ああ、なんか、なんでだった。ちょっと待って、今気づいたけど、なんで呼び鳴りいるん。なんで呼び鳴りいるん、今気づいたけど、ちょっと待って、俺。普通には、あ、呼び鳴りなんやみたいな感じで思ってたけど、なんで呼び鳴りいるん、今思ったら。え、どういうこと。もうどこにでもおるん。なんか。式神、あなた。ああ、なんやろこれ。世界の世界がやってみなければわからないっていうのが結局のところでスタンスへ込めて続いてた10頭も。わしは老体だからな。痛い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 よ。なんか明るい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 よ。はい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 、ここね、ここにいればいいのね。え、これドキドキする、怖っ。怖っ、これ。ちょっと待って、ユニバーサルスタジオジャパンのジュラシックパークの最後ぐらいには怖いな。あ、もう、え、開けるのこれもしかして。え、はい、開けていいの。あ、はじめまして。今日はあのレンタル彼女10万円で借りましたっていうので、はい、来ました。マイと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。びっくりした。ちょっと台本読みます。はい、あ、お誕生日おめでとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりびっくりびっくり。28歳。すごい。ということで、ちょっとあの私の自宅です。え。よろしくお願いします。今日は、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、一応オプションがこうメニューであって、オプションもお金で解決する感じです。そうですそうです。今7万円分使ってるんですね。7万円分残り、はい、まあ、あの、こ、あの、お小遣い、お様からお小遣い、はい、もらってるんで、それあの使ってくださいってことで、とりあえず今日言われてるのが平沢さんって言ってくれたんで。あ、平沢さん、はい、はい、で、オプションでは下の名前で呼ぶっていうのもあるんで。あー、はい、ちょっとこれ迷いどころありますね。カメラが回ってなかったら言ってたんですけどね。はい、言わない。あー、でもまあ下の名前は別に、どうしましょう。なんていうの、なんていうのもらおうかな。じゃあ君にします。君で。いやだー。君、お誕生日おめでとう。
マヨです、はい。マヨちゃん。はい。ありがとう。お願いします。おめでとうございます。じゃあ今ので3000なんで、ちょっと3000先にもらっていいですか？これもう何でもらっていいんだけど、このままマックやって完璧だと思う。きついねこれ。人の名前で3000円、でもまあ、はい、そういうね、やっぱそういうご商売ですからね。そうですね。どうしましょう、次のオプションじゃ。次のオプション、普通に肩のマッサージ。肩のマッサージ、わかりました。先凝ってるね、ここが。基本情報みたいなの聞いてもらっていいですか？どこ出身ですか、など。わかりました。しっかり肩を動かしながら、この時に聞けるか、話を聞かせていただいたので、はい、そこで大丈夫。じゃあ失礼します。お仕事何されてるんですか？仕事は、まあ動画編集を生業として生きてます。あー、YouTuber ですよね。ですよね。動画編集を生業として匂いに、ね、こうなりがち。はい、じゃあ、YouTuber とは言わない方がいい。そうですね、今だけはそれは忘れたいです。あ、わかりました。彼女の前だからさ。あ、今だけは俺の、うん、僕の、ね、僕のもの、はい、ものなんですよね。はい。ちょっと家にピンポン使って外れ客だから。外れ客。今でもすごい包み込まれてます。あ、本当ですか。はい、そのマッサージ もう上手なんですよね。すごい上手です。ありがとうございます。はい、でも柔らかいから意味ないかな。え、じゃ あこれで、じゃ先にちょっと集金だけさせていただいて、じゃあ5000円になりますね。そんじょそこらのマッサージより全然高い。なんか、淡白。あ、淡白。淡白ですよ。もうちょっとじゃあ、彼女っぽくね。そうです。彼女っぽくね。はい。こって言ってもらっていいですか？こ。わからないです。あ、ジェネレーションシステム。正解。次どうしましょうか？次どうしましょうかって、まだ選択肢2つしかないですね、もう。そうですよね。まあ、上から言ってもらって。どうせ知らないでしょ、積分。いや、わかりますよ。大丈夫。大丈夫。だから今日はちょっと、紙とあれをこう用意して、あの解くんで書いてもらって、はい、ただ解くんで、あ、書いてもらう、僕が書いて、うん、あれ書くよ、解いてもらう。そうですね。わかりました。はい、インテグラル、インテグラル0から1の 2x2 乗 dx。 ちょっと待ってくださいね。じゃあ3分の2、3分の2、分かれた。え、すげえ解けてる。もうちょっと上もないでいきます。じゃあこっちから問題出しましょう。はい、サイン X ログ X、 サイン X ログ X、 ログ X を席分してください。を席分してください。はい、どうぞ。この席分どっかで見たことあるんですよね。見たことあります。これなんか大体の人が解けないやつ。あ、そうなんですね。ちょっとじゃあ頑張ってください。ちょっと解けるの見てみたいな。サルの頑張っちゃうぞ。ルートのコサイン。パーワン切りだな。チーピン切りだ。天才天才。完璧。コサインすごい。コスキーとこと。コート214万だ。マートンですね、ちなみに。コートじゃない。あの、トーマスのゴードンってことね。ゴードン214本発射みたいな、そういうのじゃないです。マートンです。気づいた。マートン214本安打です。気づいた。あ、気づきました。はい。うん、まだちゃんこれ難しいんだ。難しい。どう難しい。難しいからね、違うのにしてほしいな。違うの。時間切れですね。じゃあ次行きましょう。じゃあケーキ行きましょうか。ね、最後の。まだ何も言ってないですけど。あ、じゃあちょっと目つぶってもらいたいんで、もう一回あのこれをつけてもらって。あ、また。はい。なるほどなるほど。ちゃんと結んであげるんで。ちょっと待って。7万円は堪能してないですけど私。あ、本当ですか？だってまださ、来て10分ちょいぐらいでしょ、だって今。あ、でも10分で7万円。時給高すぎでしょ、あんた。コスパいいですよね。あ、さて、詐欺師。はい。はい、じゃあ、目を閉ざします。はい。いや、その発想なかったな、マジで。何が？レンタル彼女の発想なかったな、完全に。あ、本当ですか？じゃあ、ちょっとケーキ準備しますね。じゃあ、ちょっとお誕生日ケーキが、出来上がりました。ちょっと待ってくださいね。はい。ダメです。はい、行くよ。はい。指に寄ったのかも気になる。目開けていいですか？はい。せーの、ポ。誰やねんお前。急に変わるやん、もう。急に変わるやん。すげえ、ゴロセ。お誕
インテグラルコ何これ。というわけで花尾の10万円のプレゼント、レンタル彼女にしたらどうなるのかモニタリングでした。いや、こんなね、見事に調教されてましたね。もう分身やと。まあ、唯一コート214本。あのメモの書き取りがおそらく下手だったんですよね。はいはいはい。コート214本アンダーをちょっと笑いましたけど。ということで、はい、まだ続きます。はい、あ、続くんや。まだ続きます。これをちゃんとやるまで最後やってくれるから、はい、やらせていただきます。それまでやってくれるから、はい、俺は一旦消えるわ。これお前の誕生日やから、はい、一旦消えるわ。まずね、美味しいかどうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、お誕生日おめでとうございます。ちょっと大きかった。うん、どうですか、美味しい。うん、あー、よかった。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日実は、はい、このケーキはオーダーで作ってて、はい、花尾さんお誕生日おめでとうってしたいっていう、はい、なるほど、ために、うん、だからその作ってくれた人が実はめちゃくちゃファンなんです。で、今呼んでるんですよ、実は。それはもうガチですか。もうそう、本当に。だから呼んできてちょっといいですか。私、あ、わかりました。いいですか、じゃあちょっと、はい、ちょっと待ってくださいね。お願いします。ちょっと待ってくださいね。もうちょっと目つぶっといてくださいね。はい、はい、ということで、この方レンタル彼女ではありません。この方マジですか。このために東京から来ました。